ご視聴ありがとうございます。今回は春道が転校した桔梗中学と八頭中学の構想を特集する動画を公開させていただきます。ネタバレにご注意ください。この男の不用意な発言がきっかけで桔梗中と八頭中の構想が始まっていました。しかしそんなことはいざ知らず、のんきに居眠りをしている春道のもとにゼットンがやってきます。そして春道を起こしたゼットンが不甲斐ない先輩たちに一喝したことを春道に伝えます。するとこれであいつらも反省するだろうと笑顔で話す春道に、ゼットンが真顔でいつまでもこうしてるわけにはいかないでしょうと話したことに、春道が分かってる、だからこれから行こうとしてんじゃねえかと伝えます。するとゼットンがどこにと問いかけると、春道が八頭中だよと答えたことで、ゼットンがなるほどと答えます。しかしその後に我に返ったゼットンが慌てて春道の後を追って声をかけます。すると春道がしょうがねえだろう、でも一つ問題がある、八頭中ってどこにあるか知らねえんだ、お前道案内してと笑顔でゼットンに伝えます。そして春道とゼットンが八頭中に向かいます。その後ゼットンと共に八頭中にたどり着いた春道が、見ず知らずの生徒に「よう」と声をかけ、ゼットンもつられて「やあ」と声をかけます。そして八頭中の校内を自由に歩き回って、別の生徒に「川路に大事な用があるから大至急で呼んできてくれるか」と春道が伝えます。さらに「急げ風になれ」と言って煽ります。するとこの生徒が「あんた名前は?」と問いかけたことで、春道が「桔梗中の愛の戦士だ」と伝えます。すると「桔梗中」という言葉に違和感を感じたこの男が我に返ります。そして春道に気づいた途端に「坊や春道だ!」と大声を出したことで、すぐに八頭中の生徒に春道とゼットンが取り囲まれます。すると春道が「お前を倒したら高校生の兄貴が出てくるんだろ、だったら兄貴も呼べ」と発します。すると川路が「兄貴は兄貴、俺は俺だ」と切り出したことで、春道と川路の中学最強を決める戦いが始まるのですが、この戦いで先手を取ったのは春道でした。そして春道は後方に倒れ込んだ川路にすかさず春道スリーパーを敢行して川路を締め落として見事な勝利を飾ります。これで中学最強の座を手にした春道でしたが、この辺も住みにくくなったという言葉を後に姿を消します。それから月日が流れ去り、スズランにたどり着いた春道は当時のスズラン最大派閥の坂東一派に立ち向かい、実質一人で坂東一派を潰します。さらに武装の精鋭部隊を一人で倒した春道は、あの龍神を二度倒してその名を轟かせます。信頼できる仲間がたくさんいるスズランは春道にとって最後の楽園なのかもしれませんね。よろしければ次回の動画をチャンネル登録をしてお待ちください。史上最高のヤンキー漫画「クローズ」を描いてくれた神であるこの方に感謝ですね。ご視聴ありがとうございました。